されるの米は、アメリカ海軍の護衛空母、コメンスメント米級航空母艦の6番艦。当初は、ウィンジャー米の艦名であったが、1944年2月7日に、ワシントン州タコマのシアトルタコマ造船所で寄港し、1944年9月26日に、ウォード・ギルバート夫人によって浸水、オレゴン州ポートランドで、 コマーシャルアイアンワークス社に開港され1944年9月29日に竣行する。1945年5月19日に W.C. ホールト艦長の指揮下収益する。サレルノベイは6月末に関西部隊の第5海兵隊護衛空母部隊を上艦させた。同部隊は第514海兵隊戦闘航空団及び第144海兵隊来撃航空団から 構成された。艦は南カリフォルニア州沖で訓練を行い、日本降伏の2日後に第68混成航空団を乗せ西へ向けて出港する。排水域で搭載航空団の夜間訓練を行いながら西への航海を継続し、9月21日に沖縄県の中ぐす区湾に到着する。その後と口港に移動し、10月初めに台風を避けるため出港する。 10月12日に戸口港に戻り、14日に中国軍の台湾占領を支援するため再び出港する。その後台湾からサイパンに向かい、サイパンで3週間停泊の後第7艦隊から離れグアムに向かう。グアムで機関兵を乗せ、新自湾経由でサンディエゴに向かい、12月初めに到着する。同月半ばにパナマ運河地帯経由で、 バージニア州ノーフォークに向かい、12月23日に到着した。大西洋艦隊に配属されたサレルノベイはパイロットの認証に従事し、1947年まで東海岸沿い及びカリブ海で活動した。同年春に不活性化が命じられ、6月にノーフォークからボストンに向かい、退役準備とモスボール化に入る。サレルノベは10月4日に退役し、 予備役艦隊で保管1951年6月20日に最終駅する。最終駅後の成長訓練は10月に完了し、その後第18空母部隊と共に作戦活動を行う。11月から12月にかけてバージニア岬崎沖及びカリブ海での演習を行い、12月18日にノーホークに帰還する。 翌1952年1月7日に再びカリブ海での作戦活動のため南へ向かいノーフォークには2月前半に帰還した。3月に入るとプエルトリコ沖で4月から7月まではバージニアを及びカロライナ沖で作戦活動を行う。その後ヨーロッパ配備の準備に入り8月26日にノーフォークを出港した。 途中第173任務部隊に合流し、9月いっぱいをノルウェー沖での NATO 軍演習に従事する。10月前半にジブラルタルへ向かい、その後地中海へ移動し、第6艦隊と共に作戦活動を行う。11月末にジブラルタル海峡を再び通過し、12月7日にノーフォークに到着、西大西洋及びカリブ海での演習を再開し、 1953年まで継続した。同年春には朝鮮戦争が急戦に近づき、サレルのベは再び不活性化が命じられた。6月8日にボストンに帰還し、その後1954年2月16日に2度目の退役がなされる。1959年に悪府マイナス10に艦首変更され、1961年6月1日に、 除籍されるまで、サレルノベイは大西洋予備役艦隊で保管された。サレルノベイは1961年10月30日に、ニューヨークのジャック・ピエロ・ジュニアサンズ社を通じて、レバロリザシオンデマテリアレに売却され、1961年12月14日に、海軍から権利が移動した。ありがとうございます。